スープが、ついてます。おお、大きいですね。ふわっとした感じね、こんな感じでちょっとつけて、はい、というわけですね、今日は足盛というね場所に来てます。こちら岡山県岡山市北区になるんですけども、本当にあののどかな風景が、広がっております。でこの目の前ね、足盛川が、流れてまして、この橋をね越えると、足盛駅というね JR 吉備線、かっこ桃太郎線が、通っております。ですね、11時から、20時まで350円からマヨタコ焼き、あっさりタコ、あっさりマヨタコ、ピリタコ、ピリマヨタコ、コーンマヨタコ、超マヨタコ、はい、明石焼き風のやつもあるんですね。あ、結構値段もね良心的な感じで、いろいろとありますね。はい、というわけでね、無事に購入することができました。ベーシックのね、普通のたこ焼きと、明石焼き風の、ラーメンスープがついたものを、注文いたしました。結構ね、本当にひっきりなしにね電話がかかっていて、かなり時間が要するということで、もう基本的に予約の人がね、多いかなということで、でも結構ね重量感があります。で、まあ、口コミとかね、なんかそういう YouTube じゃないですけど、そういうの見たら、たこ焼き一つがかなり大きいということです。ちょっと開けてみるのが楽しみですね。で開けてみます。おースープが、ついてます。スープとこのたこ焼き包装紙含まれていて、で、この普通のタコと書いてます。おお、大きいですね、かなり。どうでしょう。じゃあそれではね、早速いただいてみようかなと思います。一粒一粒が大きいですけども、このふわっとした感じね、わかりますかね。中身がもうね、本当にとろっとこっついですね。じゃあちょっといただきますね。もうこれ爪楊枝じゃね持てない感じで、ちょっといただきます。全体的にね、口当たりがいいのと、とろっとしてますね。柔らかいです。めちゃめちゃわかりますかね。かなり柔らかです。これ普通のたこ焼きよりね重量感がありますね。個数も
1,2,3,4 8個入りですね。8個入りでこちら350円。うん、あ、うまっ。うん、あ、口の中で溶けるたこ焼きでございます。うん、うん、ね、多分ちょっとアレンジしてるのか分かんないんですけど、結構まあ湯気が立ってるんですけど、そこまでむちゃくちゃ熱いってわけじゃないですね。出来たてなんですけど、これもやはりなんか秘伝の何かが入ってるのかもしれないです。うん、うん、うん、うまっ。どちらかというとかなりとろみがあるかなと。うん、こちらです。ダン、本当にあのベーシックな、もっとこのたこ焼きのそのままの良さというか、別に汁につけなくても味わえたりすることもできるということで、今回はあのこのスープをつけていただきます。この専用のスープ、ラーメンスープですね。はい、こんな感じ。あ、すごいあのラーメンのいい匂いがします。こんな感じでちょっとつけていただきます。あ、うん、うん、これは美味しいですね。うん、あ、かなりあっさりしたこのラーメンスープ、ちょっとネギの風味もあって浮くんですね。いただきます。うん、あ、うまっ。これは美味しいですね。これはもううまい。いろんなね種類の明石焼きスタイルが あるので、ぜひあの皆さんも注文してみてください。うん、今回はあのそのテイクアウトして、こういう感じだったよというご紹介でございました。ぜひ興味ある方行ってみてください。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、悪いと思ってない、グッドボタン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 、グッドボ